みんな、ついに私も上弦の3になったわよ。無惨様、私を上弦の3にしていただきありがとうございます。うんうん、ダキちゃんすっごく似合ってるよ。これからも上弦の3として頑張ってね。さあまた張り切って上弦の3を増やすぞ。いやもういい加減にして。様、なんでダキがいきなり上限の3になるんですか。ダキはもともと上限の6じゃないですか。普通なら出世しても上限の5になるんじゃないんですか。ごちゃごちゃうるせえ。お前は本当にいつも細かいことにうるせえな。今までの流れでわかるだろ。数字とか関係なく誰でもいいからとにかく上限の3にすりゃいいんだよ。そこに意味も理由もねえ。いやもう適当すぎるだろ。ついにダキさんも上限の3になったんですね。ダキさんすごく似合っていて綺麗です。あらあら、ダキちゃんすごく可愛くなったわね。私も嬉しいわ。ちょっとダキ、あんた上限の3になったらしいけど調子乗ってんじゃないわよ。上限女子のセンターは私だってこと忘れてないわよね。あんま目立ってたらあんたの裏の顔私のツイッターで晒すからね。いやめちゃくちゃいい質だ。なんでお前はそういう性格悪いことしかできないんだよ。確かにアイドルは仲間でもありお互いライバルでもあるけど、ちゃんとした実力で勝負しろよ。黙れクソガキ。国志望ちゃんに意見をするなといつもあれほど言っているだろうが。とにかく上限女子のセンターは国志望ちゃんで、上限女子のルールは国志望ちゃんが決めるのだ。異論は認めん。いやだからあんた甘すぎるだろ。ちょっとムザピッピー、やりすぎだって。いつも赤座怒られててかわいそう。まあ受けるからいいけど。そう言うなよ、俺も君のことを思ってやっているんだぜ。愛してるぜ国志望ちゃん。いや史上最悪のカップル出た。ほんと国志望のやつ、自分の彼氏がプロデューサーの無惨様だからって調子に乗りすぎだろ。ほんとやりたい放題やって魔性の女だな。国志望のやつ調子に乗っていられるのも今のうちよ。あんたみたいに姑息な真似しなくても実力ですぐに追い越してやるわ。てわけで上限の3の男どもよ、次の上限女子総選挙では全員私に投票しなさいよ。わかったわね。はっ、かしこまりました。ダキ様。いやこっちも魔性の女だー。